Thank you.
걸. 마 계산 따라. 이제 이제
어? 아이고.
いたよ、リュウジだ。 もうやめてよ、リュウジ。 エリカのところに帰ってきてよ。 ユーゴはどこだ。 ユーゴを潰せば、千歳の仇が取れるんだ。 あいつのせいで、千歳は。 そんな嘘に俺が騙されると思っているのか。 エデン症候群が治った患者はいない。 そんなのは子供だって知っている。 それなのに千歳だけ運よく助かったってのか。 そんなことあるわけがない。 本当なの。 エリカが イーターで。 エリカの話を俺にするな。 そんなくだらない嘘で俺を止めに来たのか。 まさか ユーゴの差し金か。 お前、俺を裏切ったのか。 仲間を奪う奴は誰であろうと消してやる。仲間でありながら裏切るならなおさらだ。お前も真田と同じか。お前もあいつのように俺から居場所を奪うのか。それならお前からだ。お前から先に消してやる。 みんなのおかげだよ。 またデジモンを食べて力を取り戻す気だよ。 急いで追わないと。 落ち込んじゃダメだよ。 リュウジが私たちを本気で倒そうとするなんてあるわけない。 きっと前より アルカディモンの影響が強くなってるだけだよ。そうじゃなきゃあんなこと。それはどうかな。デジモンと人間は影響し合うのさ。いい感情も悪い感情もね。人間が暗い使命にとらわれていればデジモンの力はいびつになって、 その歪な力はさらに人間に影響を及ぼすってわけ。デジモンと人間にはそういう負の連鎖が起こるんです。だからあれは正真正銘リュウジの本音ってわけだ。ん？ああ、これか。
長くなるから説明は省かせてもらうが、知り合いに頼んで強くしてもらったんだ。やり忘れたことがあんのを思い出したもんでな。準備運動も兼ねてイーター食ってたらおたくらを見つけてって言われイーターを食べる。ま、いろいろあってさ。なあ、手貸してやろうか。少し前から見ていたんだが、お前一人じゃリュウジを抑えきれねえんだろ。こんな見た目だがそこそこ強いぜ。調整するには実戦が一番だしな。それに消えちまったからな、リュウジの本音を。あいつは俺と一緒だ。過去の清算ができないまま足掻いてるんだ。それなら俺たちもここらで決着をつけとかね。決まりだな。ねえ、彼本当に信用できるの？あんなのデジタルワールドでも見たことないよ。心配しなくても人間は食ったりしねえよ。デジモンは約束できねえけど。冗談だよ。行こうぜ。回復されちゃ厄介だ。
体がうずき上がる。体がうずき上がる。体がうずき上がる。うずき上がる。開始だ。
体がうずき上がる。体がうずき上がる。大したことねえな。よう、うまそうなもん食ってるじゃねえか。俺にも分けてくれよ、龍二。真田、お前、真田と組んだのか。後輩相手に意気がってんじゃねえよ。俺が自分から来てやったんだ。お前が本当に倒したいのは他の誰でもねえ、この俺だろ、龍二。はあ、そうだ。お前が逃げなければ柔道が解散することもなかった。俺と千歳が居場所を失うことも、全てはお前が俺たちを裏切ってから狂い始めたんだ。何度も言わせんじゃねえよ。俺がどうすりゃよかったってんだ。みんなお前を望んでいた。お前が柔道のトップであり続ければ俺たちはバラバラにならずに済んだんだ。それをお前が、それがお門違いだっつんだよ。俺だけが柔道か、俺だけの責任かよ。俺一人いなくなったくらいで消えるチームなら最初からないようなもんだろうが。
それほどに惜しい居場所だったんならな、てめえがまとめりゃよかったんだよ。自分にできないものを俺に押し付けてんじゃねえ。それができたら俺じゃダメだ。ジュードはみんなお前に、真田、お前に、お前に無力な人間の苦しみがわかるか。吠えてんじゃねえよ、負け犬が。真田、アルカディモンが進化した。下がってな。これはあいつと俺の問題だ。物好きなやつだな。どっかの誰かを思い出すぜ。お前のせいで。みんなのおかげだよ。さなった、どうして柔道を捨てたんだ。お前がいればチームは続けられた。それなのに、みんなお前に心酔して集まっていたんだ。俺じゃダメだ、お前じゃないといけなかったのに。なぜ理由も言わず去っていったんだ。答えろ、サナダ。言わなかったんじゃない、言えなかったんだ。どうしてチームを続けられなかったのか、あの頃は説明できなかった。
でも今なら言えるぜ。全部思い出したからな。俺はな、ユージ、ガキの頃にもダチを守れなかったことがあったんだ。何？仲間を失ったのはアンダーゼロが初めてじゃなかったってわけさ。ずっと前から俺には人の上に立つ資格なんてなかった。俺はそのことをずっと忘れていたんだ。柔道の仲間はそのせいで犠牲になっちまった。アンダーゼロで仲間を失った時、そのことを思い出したんだ。記憶じゃなく感覚でさ。だから柔道から逃げた。また同じ過ちを繰り返す前に、俺をもう一度リーダーにと押せ、お前から逃げたんだ。柔道を離れたのはそれが理由だ。そなた、それに自分にはできないって言うけどな、お前リーダー向いてると思うぜ。フーディアはいいチームじゃねえか。俺はこれから昔に捨てちまったダチを助けに行く。そうしなきゃ何も始まらねえ。お前にも向き合えない。そんなことができると思うのか。逃げ続けていたお前に。俺は俺の居場所を取り戻しに。あ、俺の用は済んだ。あとはお宅の好きにしな。今さらどの面下げて、フーディエのリーダーとしてもエリカの兄貴としても俺は甘ったれんなよ。ちとせ、またよしさんに頼んで病院から連れ出してもらったんだ。今頃病院は大騒ぎだぜ。警察に誘拐させるだ。とんでもないやつだ。ひとせ、無事だったのか。本当に。おう、そういうこと。リュウジ、お前。何、人様に迷惑かけまくってんだ。エーデンでは飽き足らず、東京中で暴れ回るとか何考えてんだこのタコ。いくらハッカーが無法者だからって限度ってもんがあるでしょうがボケ。しかもお得意様のザクソンの幹部ボコボコにしやがって。俺たちこれからどうやってフーディエ切り盛りしていくつもりだっての。ハッカーっつったって一応客商売なんですけど、分かってますか。そこんとこ、そんなんだからお前ネットカフェの経営だって俺が何度もフォローする羽目になるんでしょうが。そうだよ、しかも店だよ店。全開ってお前シャレになんねえだろうが。修繕費いくらすと思ってんだ。デジモンによる災害って何、何災。保険屋さんにどうやって納得してもらえばいいんだっつーの。よりによって俺の大好きなバイトちゃんの働き口まで奪いやがって。東京のど真ん中でデジモン出してんじゃねえよ。ブワーッ。
ま、大体こんなもんだな。リュウジ、俺はもう大丈夫だ。だから、お前もシャンとしろ。ゴタクはいいから帰ってこい。兄弟泣かせてんじゃねえよ、兄貴。ちとせ。へへ、俺が言いたいことは全部言われちまったな。俺は…アルカディボンが…リュウジ、ちとせ。嘘だろ。